する確率が高い。 5分から2時、5時から3時はこれしかありません。うん、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、はい、行きましょう。今日何時ぐらいからいました？はい、浅草は、浅草にはずっといたんですけど、あ、はい、あのお家が暑かったですよね、日中。暑かったですね、日中ね。だいぶ涼しくなってきて、はい、まだ、はい、今ならゆっくり歩いても楽しいです。あ、そうですね、涼しくなったから現金で大丈夫ですか？現金で大丈夫です。はい、では早速行きましょう。はい、お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。お願いします。足元気をつけて。はい、ありがとうございます。地面に柵こうなってるんですよ。あ、なるほど、確かに普通に歩こうとするとたまにこうこうなります。確かに車輪の位置が難しいですね、じゃあ止めるとき。今置いてあるところよりこっち入っちゃうともうお客さんがなかなか通りづらくなる。あ、そっかそっか、確かにね、そうですよね。よし、では、はい、行きましょう。よろしくお願いします。じゃあゆっくりどうぞ。はい、よいしょ、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。お願いします。こんにちは。じゃあシートベルト締めます。はい、お願いします。実家の車ですね。はい、あ、屋根開けてきますか？いいですか？はい、では開けていきましょう。はい、お願いします。この人力車かっこいいですね。めっちゃかっこいいです。ホイールも黒ですね、すごい珍しいやつ。本当だ、本当だ。ちょっと後で撮ろう。よし、屋根開けます。はい、はい、じゃあオープンします。ありがとうございます。じゃあ、持ち上げます。はい、お願いします。よいしょ、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、詰めてください。行ってきます。お願いします。今、あの、はい、社長に屋根を開けていただきましたね。びっくりしました。クエさんに開けていただいていましたね。はい、初めてのなかなかね、そうなんですよね。今日は来てましたね。はい、来てますね。すごいかっこいいですよね。なんか、はい、人として、はい、神様ですよね。ああ、そうですね。そんな感じがしますね。すごきょうは、はい、どういうルートでしたっけ？今日はそのまま、はい、あの伝法院通りの方を通って、はい、二天門に入ってきます。はい、ありがとうございます。お願いします。だいぶ帰る人が多いですね。はい、あ、そうですね、結構この時間に撮影するのって初めてだったりするんで。あ、はい、はい、ちょっと普段と違う雰囲気なんじゃないかなと思います。あれ、またあの、はい、6時とかに来るとはい、ライトアップされてる。あ、そうですよね。そうそう。今日はどうでした？忙しかったですか？はい。自分で、はい、管理の方に、はい、いただくご案内と、自分で決めるご案内というのがあって。あ、そうなんですね。自分で出会ったお客さんと乗ることが多かったんで。はい、あ、そうなんですね。両方すごい楽しいんですけど、はいはい、自分で見つけたご案内って結構特別なんですよ。はい、自分で見つけたご案内ってあのお声をかけるってこう、なんかそう声をかけて、ああ、なるほど。結構はい、はい、見せるときあー、なるほど。まだ営業が下手くそだ。下手くそだ。あの、一から乗せること
あ、あれ大変そうですよね。向こう側から声をかけていただいて、はい、なんか乗ってもらうことがあるので。あ、そうなんです。最後なんだろう、はい、お姉さん声かけてよかったって言ってもらえるのがすごい嬉しいです。あ、それ嬉しいですね。そっかそっか。声かけは苦手ですか？はい。声かけはどうですか？あ、結構楽しいです。楽しいですか？あ、いいですね。なんか楽しいし、はい、いろんな方とおしゃべりできるので、はい。あ、確かに確かに。でもやっぱその、はい、乗せたいなって思わせることが、はいはい、まだまだちょっと技術足りなくて。あ、やっぱそういうスキルがあるんですね。人を引き寄せる、はい、才能をもうちょっと努力で身につけたい。なるほど。あ、じゃあ結構こうすぐ捕まえれる人もいるんですね。います、います。あ、そうなんですね。なんかもう、はい、帰ってきた、はい、ご案内帰ってきた瞬間に声かけてすぐ決まる方がいる。すごいですね。でもなんかやっぱ、はい、なんかもう、はい、こんな感じだっていうのもなんかね、はいはい、私はまだ分かんないで、ね、難しいですね。あれってもう、うん、経験なんですかね。あ、まあ確かにね、なんかコツがね、はい、あるんでしょうね。もうまだまだこれからなんで、うん、頑張っていきます。あ、頑張ってください。あ、もう時間が、はい、何を忘れてごめんなさい、はい、今5時6分なんで、はい、今から30分で、今から30分で大丈夫ですか？5分経ってます。 5分からスタート、5時からスタート。あ、5時からスタート、はい、ただ大体30分、はい、40分までには。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうなんか安心感ありすぎて。本当ですか。よし、行きましょうみたいな感じになっちゃった、はい、ありがとうございます。こんにちは。水が流れてきてる。キロトッツォね、美味しいですよね。いいですよね、うん、何回も食べてるのに全然飽きないんですよ、うんうん、そうそう、僕あんこ苦手なんですけど、あ、はい、キロトッツォ食べれるんですよ。美味しく食べれます。はい、なんかすごくない味ですよね。あ、そうです、そうです。1日1個食べて、また次の日食べたくなる、はい、あ、そうそうそう。あの、ちょうどいいサイズなんですよね。うん、でも1個で十分お受けになりますよね。あ、そうそう、満足感はあります。うん、もうなんかだいぶ暑く感じてません？あ、本当ですね。ちょっとあの、夕日の感じがね。寒いですよ。あ、そうですね。はい、今月の終わりぐらいからちょっと涼しくなる感じでしょうね、夜とか。はい、はい、冬どうなるんだろうな。そこもよかったら紹介してもいいですか？あ、はい、お願いします。では、はい、正面の、はい、お願いします。赤いお堂を見てもらいたいんですけど、はい、あれ、あの、弁天堂って言います。弁天堂、弁財天様知ってますか？あ、はい、あの、七福神の唯一の女性の神様がここに祀られてるんですけど、はい、その神様実はあの昔から琵琶をやってます。はい、楽器を持ってて、はい、昔からやってるってことで、はい、技芸上達、スキルアップのご利益があります、うん、あ、で、よくなんだろうな、スポーツをされてる方とか、はい、あと浅草で、うん、芸妓さん、わかります？あ、芸妓さんね、みたいな、はい、いらっしゃいますよね。方とか、うん、芸を磨いてる方たちがここで、はい、道具、扇子とかを、はい、供養してもらうために来たりもしてます。道具の供養をしてるんですね。そうなんです。なんで本当にもう、はい、何か芸を磨いてる方はぜひここに来て、はい、お参りしてってください。はい、なるほど。で、もう一つ、はい、ちょっと見やすいと思いますね。奥の方にあるんですけど、はい、鐘見えますか？鐘がね、あの奥のところですね。あの鐘、時の鐘と言います。はい、あの時の鐘、すごい昔からあるものでして、はい、江戸時代から使われてます。お、江戸時代、時間を知るものはこれしかありませんでした。はい、で、はい、今で言うと、はい、午後3時、子供は何を食べますか？
おやつ、お菓子、はい、そうですね、おやつを食べます、はい、あのおやつって実はこの鐘から来てるんですけど、おあの午後の3時、江戸時代、はい、あの鐘が8回鳴らされてました。8回、うん、8つの時、うんうん、おやつの時、はい、夏時、おやつ時といって、なるほど、やっぱ江戸時代って朝と晩しかご飯食べなかったので、はいはい、めちゃめちゃお腹すくんですよ、ね、ちょうど2時3時ぐらい、確かになんで、はい、おやつを食べて乗り切るっていう、はい、あなるほど、感じでなっておりました。なるほどね。今でも、はい、朝の6時とあと正月の除夜の鐘として、はい、鳴らされてます。おもう戦争で鉄不足で、はい、もうどこも回収されてなくなってしまってて、あこの辺りでは3つぐらいしか残ってない。あはいはい、上野にあるのと、はい、あとどこだっけ、もう一つね、もう一つ日本橋に多分、お、はい、そうだった気がしなくもないです、はいそう、3つしかないってすごいですよね。そうですね、日常的に使ってるものを、うん、使うって相当やばかったですね。おやつって言葉が、はい、できた鐘っていうのもすごいですね。すごいですね、うん、はい、8回になったらみんなお茶屋さん行ってたんですね。そうですね、なかなか優雅ですよね、うん、その鐘の音がやっぱ聞こえるんですよね、はい、大きい音なんでしょうね。あすごく、あ聞いたことあります、朝6時とかに。いや実はね朝6時にあまり起きてることがなくて無理やり起きて私一回聞けないことあるんです、はい、すごいすごいですね、はい、ゆいさんと連れて、はいはいはい、無理やり行きました。結構大きいですよ。あそうなんですか。太鼓みたいな感じでガーって体にきます、はい、うん、あすごいですね、聞いてみたいな。ジュアの鐘何回鳴らされるのか、はい、あれですよ、煩悩の数。そうです、はい、108回。あ正解です、はい、108回鳴らされます、はい。なんかよくなんだっけ、年末年始、ね、はい、年始の番組、はい、年末年始か、うんうん、の、あの、ゆく年で、はい、いろんな全国の、あの、はい、鐘が結構紹介されてるんですけど、はい、煩悩の数、打ってる間に、うんうん、はい、そのうちに結構出てくる確率が高い鐘になってます。なるほど、テレビの映像でね、出てきますよね、はい、今年はじっくり見てみます。あ、見ますじゃあ、正面の二天門です、はい、二天門、昔お侍さんとかが、うん、しか通れないもんでした。あ、偉い人、偉い人しか通れない。あ、なるほど。もう一般の方が通ると、はい、首切りになってしまいました、うんうん、で、この門実はめちゃめちゃすごいもんでして、はい、雷門わかりますか。あ、はい、雷門のモデルになったもんです。おお、今雷門第3代目ぐらいなんですけど、はいはい、今60歳です。60年前、うん、さあ建てようってなった時、はい、データが1個もなかったんで、あ、建てようってなった時に、はい、ここに見本が立ってました。おお、で、はい、この移転門中心に、うん、あ、中心にこのモデルに、はい、新しく建てられたんですけど、はい、この門何歳ぐらいですか。お、が知ってるんですけど、いいですか答えて。はい、言っちゃってください。400歳です、はい、そうです。ちょうどもうほんと400年前から立ち続けてました。おお、すごいですね。ちなみに400年前というと、はい、徳川家康が生きてた頃になります、うん、すごいですね。想像がつかないです。だけど、ね、徳川家康の人通ったことあるんですよね。うん、ということで、はい、ぜひちょうどあと1時間もすればライトアップ始まるんで、6時ぐらいから。あとその時間に来るのもおすすめです。うん、そうですね。では行きましょう。はい、よいしょ。夜の浅草寺綺麗ですよね。はい、めっちゃ、うん、迫力が昼間より半端なくて。あ、そうそう。そうなんですよね。あと人が少ないので、すごいこうゆっくりできますよね。めっちゃ好きです。うん。ちょうど9時から10時ぐらいが一番。あ、そうですね。あ、そうそう。すごい、そのぐらいの時間に浅草寺に行ってるっていうのはすごいですね。いやもうなんかこの仕事終わった後に、うんうん、ちゃんとすぐ帰れれば、はい、早めに帰れるんですけど、はい、会社が居心地良すぎるのとあとなんかもう動きたくないみたいな感
気づいたらなんか2時間とか経ってるんですよ。でその後ずっとご飯行って、はい、帰り寄ろうみたいな感じになったら、はい、もうなんか9時10時みたいな。結構遅いですね、そしたら。結構あの事務所にいると、はい、あの先輩シェフのお話聞けたりとかもしてすごい楽しいです。あ、楽しそうですね、はい、なんか今日このお客さんいたよとか、はいはい、なんかもっとこうやって帰ったらなんかいいんじゃないとか。あ、すごい、めっちゃみんなアドバイスくれるんですよ。勉強になりますね。車が来てますね。ちょっと止まります？下がって。ちょっと下がりましょうか、はい、あ、そうなんですね。研修生上がったら、はい、もうあと頑張ってじゃなくて、はい、常にこうみんな周りが教えてくれる。ああ、すごい環境ですね。それが本当に大きいですね。たまに社長があの現場に出てきてますもんね。はい、うん、時々お会いします。みんなが、うん、横になって頑張ってる感が、ああ、東京出てきて、はい、少なからず心細い感はあったんですけど。あ、そういう意味だと東京歴史さんはすごい人望が厚いというか、仲間が、仲間内のこの変態感があるんで、みんなあるから私の人生的な感じです。うんうん、そうでしょうね。お米が大豆、お米、あ、ここ米育ててる、てね、本当だ、初めて知りました。あ、これ備えるんですね。ちっちゃいの見えます？ちっちゃいの、あ、ほんとだ、わかるかな、じゃない、はい、なんだ、あの、畑に立てるよ、この形したやつです。あ、あの、かかし、かかしだ、かかしね、はい、かかしたちがいますね。ちょっと見えないですね、この奥の方に、はい、浅草寺がちょうどね、ちょっとライトアップされてますね。ちょうどね、木に隠れてますね。隠れちゃってます、ね、はい、まあまあ心の目で見てください。はい、浅草寺で、うん、の浅草寺の成り立ちなんですけど、はい、昔あの中富の川あたりじゃない、全然違う人が来ました。はい、はい、竹ちゃんと浜ちゃんという、はい、兄弟がいました。はい、浜内ですね。はい、で、隅田川の奥の方の隅田川で漁をしていたんですよ、はい、海で、うんうん、でその時に、これぐらいの親指ぐらいの木の破片が、はい、これ何回、してても取れるので、はい、これなんだってことで村長さんのお家に行って、はい、お願い、これ何ですかってお願いしたら、はい、観音様だってことで、はい、村長さんのお家に観音様をお供えしました、はい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 、あちら村長さんのお家です。おお、でかいっすよね。めちゃめちゃ豪華なんですけど、はい、一番最初は普通のお家だったんですよ。はい、ああ、なるほど。普通のお家だったのが、燃えて、はい、新しく建てて、燃えるたびに、やっぱ大工さんが、もうどんどん前の人より大きいものを建てたいっていうことで、すごい。こう、どんどんでかくしてった結果、はい、すごいでかくなってしまった。すごいですね。今では絶対お家とは思えない、思えないですね、大きさです、うん、で、その村長さんと、はい、漁をしてた2人の、はい、祀られてるのがここです。おー、3人一緒に祀られてる、浅草神社です。浅草神社、ここの、結構特徴的な門があって、はい、3人を表した三つ編み門っていう門があります。はい、ここの先に行くとちょうどいいのが見えるんですけど、ちなみにここも重要文化財です。あ、そうなんですね。あ、本当だ。ここの二天門と、はい、ここの浅草神社と、はい、あとここの奥の方の浅草寺の隣にある、はい、
ベイボーイっていうところ、ちょっと庭っぽいありますね、はい、今非公開なんですけど、あ、そうなんですね、そこの3つに、うん、3つが浅草での、はい、重要文化団になります。そうなんですね。ちなみに正面の、はい、蔵見えますか？見えます。これは塔かな、はい、そこが真ん中にある門が、うん、三つ編み門です。真ん中が孫さんで、左右が兄弟になってます。ちなみにこれ開けると、はい、神田祭りで使われるおみこしが3つどん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 並んでます。なかなか迫力あります。ありますよね。ここは神田祭りの、はい、ちょっと前になるとここ開いて、あ、なんか展示みたいな感じで、はいはい、見ることができるので、あ、1回ね、はい、あ、見ました、はい、撮影しに来た日に開いてました。開いてました、はい、なかなか迫力ありますよね。あ、かっこよかったです。うん、はい、他の地区でも、はい、一つずつおみこし持ってて、ああ、なるほど、みんな担げなかった年なんで、はい、私は、はい、その倉庫の前に出してみんなで飲んでたんですよ。あ、飲んでたんですか。飲んでたのを直々いろんなところで体験して、それもまたなんか一つ一つ綺麗でした、はい、お、三社祭りの日は、はい、出勤されてたんですか。しました。お、あの3つのみこしだけ担がれて、はい、あ、そうなんですね。担げる人は少なかったんですけど、あ、それ通ったのを見ました。へ、はい、もうすごい人ですよ。おお、もうね、三社祭りの日に撮影に来たんですよ、はい、あ、ちょうどですか。ちょうどね、はい、来ました。おみこし見れました。ね、出汁を見ましたね。出汁が太鼓とかの、あ、そうそう、太鼓とか、はい、お囃子を演奏しながら、うん、出汁が回ってましたね。あれ、ちょうどチケットのところ通りました。あ、そうなんですね、はい、おお、そうなんだ。観音通りを通る三社、おみこしと、はい、囃子とかが、はい、みんな観音通り通って、あ、そうなんですね。おお、そうそう、新仲見世通りもね、はい、通ってましたよ。あ、そっちも通ったんですか。はい、はい、そこで出会いました。最近なんか、はい、このお店良かったなってお店あります？なんだっけ。あります。あるんですよ。お、なんだろう、感動したんですけど、はい、どこだか、あ、ちょっと違うんですけど、はい、オレンジエールさん分かりますか、はい、オレンジエールさん の新メニューにパイナップルが出たんですよ。あ、パイナップル、へえ。パイナップルが、はい、パイナップルが丸々、うんうん、丸々1個、はい、飲めるんですよちょっと高いんですけど、パイナップルを飲むっていう、1200円でした。1200円で、丸々1個、すごいですね。で、ジュースと、はい、あと身が全部入ってるんで、あ、そうですよね。行ってみてください。あ、行きます。行く際には、はい、ビニール手袋を1つしとくと、はい、いいです。あと、おしぼり。なるほど、あ、これいい情報ですね。大事です。あ準備万端で行きましょう、はい。パイナップルのそのジュースをインスタに上げてる人がいたんですけど、はい、すごいですね。ちゃんと上のなんだろう、つけてくれます。なんか言いますかって、草の部分を、うん、つけてくれました。すごいですよね、見た目。でもあれやっぱ人力車で、はい、飛行機と、はい、結構ポタポタここですね。あ、そうなんですか。そこの場で座って飲むことをお勧めします。あ、そうですよね。あそこで飲めば飲み終わった後の、はい、器というか、はい、回収してくれるんで、いいですよね。でかいやつ持ち歩くのはなかなか大変。そう、そうですよね。そうそう。ちょっと、次の本命とかになるともうだいぶ日が暮れて、あ、そうですね。前方インナーが綺麗になると、うん、本当に。もう夕方暗くなったら、はい。うんうん、前方に通り通ってほしい。いいですよね、すごいいいですよね。大観光
あー、いいっすね。はい、大丈夫かな。ガチャガチャね、すごいたくさんありますよね。そうそう。ガチャガチャとかされます？はい。ガチャガチャとかってします？今年になってから、はい、もう一目惚れしたのは、はい、即ガチャガチャします。あ、そうなんですね。でも、はい、今年まだ3回しか。おー、そうですか。多い方なのかな。多いんじゃないですか、3回。それまで。はい。うん、持たなかったんで。ああ、部活とかが来てしか来なかった。そうですよね、確かに。で、こっち来て、うん、遊ぶお金ができてガチャガチャしました。遊ぶお金ができたんですよ。遊ぶことができても、はい、ガチャガチャするぐらいの時間しかないですよ。ね、確かに働いてるとね、そうですよね、はい、もうここ来るのが遊びになってくる。めちゃめちゃ働いてますもんね、ゆらさん。働いてるし、勉強もしてるしね。勉強が追いつかない。英語の勉強、はい、やっぱ専門学校なだけあって、はい、ハードなんですよ。もう詰め込み詰め込み、はい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 、2年間で成果出さなきゃいけない。まあでもこれから、うんうん、まだ全然結果出てなくて焦ってます。まあまあ、あと2年、あと1年後にはもう受験が控えてるんで。あ、そっかそっか、大学に編入するって言ってましたね。あ、大変ですね。あ、もでもし、うん、関東に残れたらもちろん残りたいんですけど、はい、うん、もし無理だったら、はい、京都の方行って、はい、京都でも人力車やってる。あ、前に教えてくれましたね、それ。はい、でも加藤さんになっちゃいます。あれですか、京都って行ったことあります？あ、京都も、はい、おばあちゃん家が滋賀なんで。あ、そうなんですね。はい、毎年コロナになる前までは、はい、あ、行ってたんですね。毎年一人で。ああ、一人で二人旅してました。あ、いいですね。ここでもよく人力車見るんですよ。なかなか乗る機会なくて。あ、そうだったんですね。なんか人力車京都で、はい、営業してるイメージかな。おお、なんでだろう。声かけとかあんまりやってるイメージないですね。うん、京都の人力車も楽しそうですね。楽しそうですよね。走ってると楽しそう、すごく。やりたいな。うん、もしかすると、はい、もうあと1、2年ぐらいで、はい、京都に行っちゃうかもしれないっていう。そうですね、ことですか。あ、でも多分、あの、最終的には、はい、2年したらこっちに戻ってくる。あ、なるほど。そうか、そうか。東京歴史ダメ。すごい、すごいですね。あの、はい、あの、好きな会社に、うん、入れるのってすごいです。あ、そうですよね。そこでちゃんとこうやって研修を乗り越えてデビューして頑張ってるのがすごいですね。楽しいことしかなかった。いいな。1年間ずっと画面越しで見てたんで、はい、あ、そっかそっか。もうなんか、はい、あのテレビの映画を見てて、ロケ地巡ってます的な気分でした。はいはい、なるほどね、はい、あ、その感じ確かに分かるかもしれない、その感覚。あ、ここもあった、はい、ここもあったみたいな。確かに確かに。 SNS やってもらってなかったら私ここ来てなかったんで、はい、あ、そっか、すごいですね。危ない危ない、人生変わるとこでした。確かに。こっち来るのってあれですか、お父さんお母さんとかにはどう言ったんですか。あ、行ってらっしゃい。あ、そうなんですか。あの、ちょっとそこまでみたいな感じで、はい、あ、そうなんですね。じゃあ結構全然応援するよって感じの。はい、はい、あ、なんかやりたいことを全部やらせてくれる、はい、あ、いいですね。あの、勉強しなかったら、はい、しないでもいいし、はい、なんか自由なんですけど、その会社自分で選んだんだから、はい、全部やりなさい。
いいですよね。その方がいいと思いますね。はい、そうでいいなって思って、うん、生きてるんですけど、はい、たまにあやめると思ってた着火に契約勝手に切ってる時あるんですよ。あそうですか。急いでつなげ戻して、中学の時も県内だったんですけど、はいはい、なんかやっぱ続くと思ってなかったらしくて、なんでだろう。はい、なんでですかね。わかんないです。あ私やるわって言って、はい、防具買った。買いたいって言ったら、はい、本当にやるのみたいなで買って、はい、すぐやめると思ったらしくて、はい、結局6年間続けたんですけど、はい、おーすごいですね6年って。なんか私は一度やるって言ったら、うんはい、最後までやんなきゃいけない。あなんかゆらさんはそのイメージありますよ。そう、うん、私の中ではやめるとかありえないみたいな、はい、うんうん、なんか、まあ、親はやめておきみたいなそうなんですね。その勉強だけは全然できない。体を動かすのは好きなんですけど。はいはい。そうなんです。やっぱ頭はキャッパが狭い。いやいや。ガイドとかすごいあのしっかりされてるんで。嘘。はい。なんか力士自体は結構苦手なんですよ。はい。やっぱ理科の実験とかも。はい、目に見えて、うんうん、実在してる、はい、ものだとすごい覚えるのが早い、うん、あそうですよね。なんか結構難しい公式とかでも、はい、実際にこうなってるからこうだよとか、うんうん、目に見えて教えてもらえば、はい、割とすぐ入る、はい、でもそかあのわけのわかんない粒子とかあるじゃないですか、はい、覚えられない。なるほど。そうですよね。体験すると、はい、思いますね。せっかくならいろんなこと体験しようかなと思って。ああ、いいですね。いろんなとこ行きたい。ああ、いいな。かっこいい生き方ですね。この先が楽しみでしょうがない。ああ、そうですよね。今からね、楽しいですよ、絶対。帰ってきましたね。お姉ちゃんが真反対の性格なんです。あ、そうなんですか。そうです。私は何もしなくていい。はい。なんかただこのことと、はい、ぼーっとするのが大好きです。はい。真反対すぎて、はい、お互いあんまり理解できないでもなぜかずっと一緒にいると楽しいです。はい、そうなんですね。それがまたなんか不思議で楽しい。全然やること違うのに、はい、うん、なぜか一緒にいると同じ方向進むんですよすごい。じゃあでもそこは家族ですね、うん、すごいいい感じですね、この時間。楽しいです、うん、あ、考えるものがライズアップだね。うん、ライズアップがされましたね。これ行きたかったですね。あ、でもこの後は走るってなったら行くかもしれない。いいかもしれない。はい、そうですね。すごい、めちゃめちゃあっという間でした。あっという間でした。はい、あっという間でした。めちゃめちゃ願望です。はい、夢でしかないんですけど、はい、フラムロールの先端に座ってみたくないですか？あのね、先っぽのところね座ってみたい。面白いな。なんかそこのスカイツリーから入ってくる方、はい、から、朝日ビール本社のところ、はい、上の方ちょっとなんかちょっとこう出てるところあるんですか？はいはい、あー面白いな。いろんな方向から見ると、はい、うん、確かに違うもの、確かにね、うん、すごいなんか意味わかんないことしましたね。いやいや大丈夫ですよではありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今はい、はい、ちょっと早めに。
します。社長がめちゃめちゃレアね。理想すぎる体型ですよね。そうですね。女子が理想にしてはいけないかも。じゃあ、では行くように行ってください。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。一番を、はい、一番をもらいました。はい、ありがとうございます。多いですね。みんなあの遊びに行って、そろそろ帰ろうかって感じで駅に向かってる感じですかね。そうですね。うん、この時間なんて結構あの、はい、ハッピー通りから。ああ、そっかそっか。確かに確かに。戻りましたー。はい。はい。ちなみにこの Google レビュー知ってますか。何ですか。あの最近結構始めたんですけど力入れてるんで、はい、もしよかったらこっちに、はい、お願いします。はい、何ですかこれ。これあのなんか Google、はい、でとなんだっけ浅草人力車、はい、やると結構いろんなレビュー来てて、はいはい、ああ Google レビューか。あ、そうですそうです。そうかそうかそうか、なるほど。じゃあ乗ったらレビューを、はいはい、書いてくださいってことですね。ぜひ待ってます、はい。それだとあの私直接調べてみることできるんで、はい、あめっちゃやる気出ます。はい、では今ちょっと領収書失礼します。はい、ありがとうございます。9月、もう9月、9月になりましたね。早い。5時17時30分、優待なんで、はい、30分、はい、まず7000円ですね、はい、からの、はい、頑張れ言いましょう。カンニングします。 10% 引きだから、はい、はい、あ、そうだ、700円引きなんで6300円。そう、はい、そうよし、正解。6300円。はい、前もこのぐらいでやりましたね。お決まりです。なんかこういう頭働いてないときは、はい、あれです、もう電卓に頼るのが。ああ、そうですね。9月4日、よし、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。お、よいしょ。ではまず、はい、あ、優待券、はい、お願いします。6300円、領収書と、はい、あと優待券です。あ、ありがとうございます。最後アンケートって言ったら待ってます。はい、どうもありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。で、よし、はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ失礼します。